日中の暖かさや福寿草など春の訪れを少しずつ感じるようになりました。皆さんはどのような時に季節の移ろいを感じますか？今週のイナチャンネルはご覧の内容でお送りします。電話を使ってお金を要求する電話でお金詐欺、市内でも多くの被害が報告されています。今回は伊那警察署小林雄二署長から電話でお金詐欺の手口や対処方法をお聞きします。電話を使ってお金を要求する詐欺は今まで特殊詐欺と呼ばれていましたが、令和4年度から電話でお金詐欺と呼ぶようになりましたね。はい、長野県警察では被害を防ぐため電話を使った詐欺をイメージしやすいように電話でお金詐欺という名称に変わりました。電話でお金詐欺の被害は市内でも発生しているのでしょうか？はい、市内でも被害は発生しております。昨年1年間では長野県内では198件、被害総額約5億6000万円、伊那警察署管内では11件、被害総額約856万円、このうち伊那市では5件、被害総額約337万円が確認されています。被害額が前年より増えてきている傾向が見られます。電話でお金詐欺にはどのような手口がありますか？はい、手口としては、孫や息子を装ってお金を騙し取るオレオレ詐欺、還付金の手続きとして ATM を操作させ、お金を振り込ませる還付金詐欺、インターネット料金未払い、パソコンの故障、修理のサポートとして電子マネーを購入させて支払わせる架空料金請求詐欺などがあります。特に最近は架空料金請求詐欺の被害が増えています。これから映像で具体的なケースを見ていただきましょう。おお、なんだなんだ。え？セキュリティ警告、ウイルスに感染しただって。あ、どうしよう、画面も動かないし、あ、電源も切れない。連絡先に直ちに電話すればいいのか。はい、こちらサポートセンターです。すいません、パソコンにウイルス感染したって出てるんですが、なんとかならないですか？あ、そうですか。あなたのパソコン、ウイルスに感染しました。遠隔操作であなたのパソコン診断します。遠隔操作するためのアプリ入れてください。アドレスは www.123456.7 です。あ、すいません、入力しました。はい、では今開いたページからダウンロードボタンをクリックしてください。はい、今できました。はい、あなたのパソコン遠隔操作できるようになりました。ちょっと待ってください。あ、お客様、あなたのパソコンウイルスに感染しています。このままだと情報外に漏れちゃいます。今この電話で依頼いただければ直すことできます。どうしますか？参ったな。パソコンには大事な情報いっぱい入ってるし、個人情報が漏れたら大変なことになっちゃうし、どうしよう。すいません、お願いします。直してください。わかりました。サポート代金10年で10万円、5年で5万円になります。いや、そんな高いお金は払えないですよ。もう少し安いのはないんですか？はい、でもお客様、今よりセキュリティ強化できます。これもう二度とウイルス感染することないです。どうしますか？わかりました。個人情報が漏れても嫌なので5年分
5年分でお願いします。直してください。わかりました。そしたらこれからコンビニに行って Google プレイカードを買ってください。電話はこのままつないだままで、 Google プレイカード買ったら裏面の番号を私に教えてください。わかりました。じゃあこれでちょっとお店の方に向かいます。このように電話でお金詐欺の手口で共通しているのは、犯人は最初の段階では直接顔を見せず、電話、メール、手紙などでお金の支払いを要求してくることです。特にこれまでは電子マネーカード購入を要求されることが多かったのですが、最近ではスマートフォンでインターネットバンキングを使って犯人指定口座に入金させる手口が見られます。電話でお金詐欺に遭わないためにはどのようにしたらいいでしょうか。はい、留守番電話にして相手とは話さない、要求にはすぐに応じず一旦立ち止まる、必ず誰かに相談することが大切です。犯人はとにかく誰にも言うな、期限がある、今すぐ動けと急がせます。これは皆様に考える時間を与えないためです。留守番電話にしておけば犯人は皆様を急がせて自分のペースに持ち込むことができず嫌がります。皆様にとってもご家族や警察に相談する時間ができ、被害に遭わずに済みます。ご自宅の電話は常に留守番電話にしておいてください。そして電話などでお金の話があった場合にはすぐに応じず、まずはご家族や警察に相談してください。電話での相談窓口はご覧の通りです。ぜひご活用いただきたいと思います。実は昨年1年間伊那警察署管内でコンビニエンスストアや金融機関の皆様が来店された方々に声をかけ、電子マネーの購入や犯人指定口座への送金・入金を防いだ水際阻止事案が35件ありました。県下では長野市の警察署管内に次いで2番目の多さです。これはまさに伊那警察署管内のお店・金融機関の皆様が頑張っていただいた成果です。今後も市民・店舗・金融機関・行政の皆様と警察の力で防いでいきたいと思います。ご協力をお願いいたします。電話でお金詐欺にはたくさんの手口があります。しかし留守番電話にして相手とは話さない、要求にはすぐに応じず一旦立ち止まる、誰かに必ず相談をするという皆様の慎重な対応こそが詐欺被害からご自身ご家族を守るということになります。ぜひともよろしくお願いいたします。今回は昨年の12月に新たに開設された福祉まちづくりセンター内にある引きこもり相談窓口についてご紹介します。引きこもりとはどういった方たちのことを指すのでしょうか。はい、引きこもりとは学校やアルバイト、仕事といった外の交流を避け、原則的には6ヶ月以上にわたって家庭にとどまり続けている状態のことです。病名ではありません。他者と直接的な交流を持たない、買い物やドライブといった外出はできることもあります。原因はあるのでしょうか。
引きこもりの原因はストレスや環境の変化によるもの、精神的な病気によるものなど様々で、一つに特定できない場合があります。引きこもりは誰にでも、どの家族にも起こりうることです。ご本人は様々なきっかけにより意欲や自信、元気を失ってしまい、外からの刺激を遮断するために引きこもることがあります。ご本人はその時こんな気持ちを抱いているかもしれません。このままではいけないが、どうすればいいかわからない。この苦しさは誰にも分かってもらえないだろう。家族に迷惑をかけている。自分はダメな人間だ。社会や同世代から取り残されてしまった。このような状態が長く続くと、ご本人もご家族も年齢を重ねるなどして、引きこもりからの回復が難しくなることもあります。そこで引きこもり相談窓口が開設されたんですね。はい。相談窓口は伊那市福祉まちづくりセンター1階伊那市役所福祉相談課にて開設しています。相談時間は平日午前8時30分から午後5時15分までです。対象者は伊那市にお住まいの方で、おおむね15歳から65歳未満の方です。引きこもり相談窓口では、ご本人はもちろんご家族からの相談も受け付けています。まずは電話やメールだけでも構いません。相談はどのように進められるのでしょうか。保健師や社会福祉士がお話をお聞きします。引きこもりの状況などを丁寧にお聞きし、ご本人の状態、ご家族の状況を整理し、どんな関わりができるかを相談し、一緒に考えます。またご本人やご家族の同意を得て、伊那市役所、子ども相談室や社会福祉課などの関係課、伊那市社会福祉協議会、障害者総合相談センター、ハローワーク、 NPO 法人などの関係機関と連携します。対応方法は状況に応じて変わるので、ここではお示しできませんが、今ある支援の一例を紹介します。伊那市社会福祉協議会が運営する山本の家です。さまざまな理由により生じたストレスから身を守るため、家に引きこもる方に対して、まずは自宅や部屋以外の安心できる居場所を提供することを目的としています。利用される方の希望に合わせて過ごしやすい空間となるよう相談をしながら運営しています。こちらは NPO 法人子ども若者サポートハミングが運営するオルラです。世間との付き合いに難しさを感じる方の居場所です。オルラには決め事はなく、ゲームやお菓子作りをしたり、
訪れた方が自分の好きなことをして過ごせる、ありのままの自分でいられる場所です。安心して過ごせる居場所をみんなで一緒に考えながら作っています。また不登校、引きこもりを経験したピアサポーターも一緒に活動しています。このように自宅以外の居場所として開設しているところがいくつかあります。また引きこもりの方を持つご家族が気持ちを分かち合い気づきをもらう場として家族会もあります。さまざまなサポート体制が整っているんですね。引きこもりの背景はさまざまで、時に精神疾患や発達障害が関連している場合が多くあることも分かってきました。本人や家族の努力だけで解決するのは難しい場合があります。引きこもりの状態から抜け出すにはある程度期間を要します。まずは相談から始めませんか。福祉まちづくりセンターでお待ちしています。続いてお知らせです。社会福祉課から高齢者生き生き健康券の利用間近、その他サービス券の申請についてのお知らせです。伊那市では市内に住所があり在宅で生活している75歳以上の皆さんに1枚あたり100円分として利用できる高齢者生き生き健康券を毎年4月末に交付しています。生き生き健康券は市内入浴施設やバス、タクシーの運賃などに利用できます。また今年度からは灯油、燃油、ペレットの購入にもお使いいただけるようになりました。利用できる店舗は市内41店舗で、市公式ホームページに掲載していますのでご確認ください。健康券の有効期限は3月31日までです。期限内にお忘れなくご使用ください。続いて紙おむつ等購入券、お助け券の申請期限についてご案内です。伊那市では在宅介護を受けていて尿失禁の可能性がある市民税が非課税の方に紙おむつ、尿取りパッドなどを購入できる1枚1000円の購入券をお渡ししています。また低所得の高齢の方で生活に必要な軽作業を行うことが難しい方に対して軽作業援助サービス費用助成券、いわゆるお助け券をお渡ししています。券の利用を希望される方は毎年申請が必要です。申請期限は3月24日金曜日です。なお申請期間を過ぎても随時申請は受け付けています。その場合は申請月からのお渡しとなりますのでご注意ください。ご不明な点は社会福祉課までお問い合わせください。次回は白鳥市長に移住定住を進める伊那市の取り組みについて伺いました。